私には霊感なんて少しもありませんが、母はあるんです。だから母の怖い話っていうのは本気で怖いです。今回はその中でも特に怖いと思ったとっておきの話をしたいと思います。それは今から20年ほど前、当時まだ独身で銀行員だった母は祖母の家の仏壇の前で眠っていました。とても重大な仕事を任せられた母は疲れ切っており、このまま死ねたら楽だろうなとついつい考えていました。死んだお父さんのところに行けたら。そこまで考えたとき、足首を誰かに握られたんです。慌てて起き上がろうとしても起き上がれません。金縛り。間違いなく誰かが上にのしかかっていることが分かりました。足首からだんだん手が伸びてきて、首に手がかけられたかと思うと、すごい力で締められたんです。助けてと母は必死で知っているお経を心の中で唱え続けました。どのくらい経ったのか分かりません。スーッと手が離れていくのが分かりました。そして金縛りからも解放されました。母はそのまま意識を失って眠ってしまったのです。その後分かったことですが、母が寝ていたところのその向こう側、つまり玄関先で40年ほど前、首吊り自殺があったんです。妊娠5ヶ月目の女の人が腹帯で首を吊っていたそうです。そのことと関係があるのかどうか知りませんが、母が昔玄関で撮った写真には全てに黒い何かが写っているんです。